はい、それではですね、時間になりましたので始めさせていただきます。皆様おはようございます。2日目ということで、やりました。はい、昨日ですね、最後伏線図の、やり方、書き方の基礎についてね、お話をして、皆さんの宿題の方をやってきていただいたかと思います。で、もしですね、書けてない方はちょっとこちらを参考にちょっと見ていただいて、どうですかね、皆さん書けましたかね。大丈夫そうですかね。まあ、この問題については、ね、基本的な、書き方なので、まあ難しい書き方ではないとは思いますが、いかんせん、ね、物が多いので、結構、ね、ぐちゃぐちゃになっちゃうかなというところですね。まあ、実際に議論の時にもこのようにスイッチ3つっていうのは、ね、作りますのでね、やはりちゃんとどこがどこの線かっていうのを整理してやらないといけないというところになりますね。ではこれ実際に伏線図書くとこのようになりますが、でここからですね、問題を解いていくということになるわけですよね。でこちらは、平成28年度の43、44、45ということで、でまず43番としては、13で示す VVF 用ジョイントボックス内の接続をすべて差し込みコネクターとする場合、使用するコネクターの種類と最小個数の組み合わせはということですね。13というのは下の VBF 用のジョイントボックスのところということですね。で、何本接続かっていうのを数えていくということになりますが、N はね、5本になりますと。で、L は4本ですね。で、あと残るのは木と子ですね。木と子。で、これはそれぞれ2本接続ということでありますので、2本接続が2つということですね。はい、そうすると、これは差し込みコネクタとしては5本用が1つ、4本用が1つ、ね、であと2本用が2つということになるというわけですね。でそういたしますと、28年度の問題ということですので、43番、ね、では、5本用が1つね、4本用が1つ、2本用が2個と、ね、いうわけですので、これはロが正解ということになるわけですね。まあ、これ伏線図さえかけてしまえばね、あとは数えるだけですので、まあ、そこはまあ問題ないかなと思いますが、まあ、結構ね、この何本用なのかなっていうのをね、ちゃんと見分けられるようにしておかないとまずいですよね。で、まあ、結構写真綺麗なんですけども、穴の数数えるように、数えるよりはやっぱり、ここの、この金属がね、この金属のところが何個あるかなって見た方が分かりやすいですよね。まずね。はい。で、次。はい。44番は、14で示す部分の配線工事に必要なケーブルはと。ただし、使用するケーブルの新線数は最小とする。つまり、これは、最小電線本数という問題ですね。で、昔は単純に何本って聞いてたんですけども、最近はですね、写真でどのケーブル使うのっていう形で聞いてくるようになってきました。ものによってはですよ。ものによってはね。で、今回の場合は必要なケーブルはって言ってますね。じゃあまず何本なのかっていうと、これは N と L だけですから、2本ですよね。必要な新線数はですね。2本です。だから2本用のケーブルを選ぶっていうことですね。ただしこの問題の場合は2本用っていうのが2つあるわけですよ、イとロで。ちなみにハトにはもう除外ですよね。これ3本だからハトには除外です。じゃあどっちかな。で、昨日最後にね、実物でお見せしましたけども、これイが VVR ですね。イは VVR で、ロはこれ VVF です。で、どっちなんていうと、これは問題のね、注意書きのところに、まあテキストの方ですけどね、何も書いてなかったら VVF だよって言ってます。何も書いてなかったら VVF だよ。で、実際に図面のところで見ると、特に何も書いてないですね、これ。何も書いてないです。VVR だとか、ロスとか、何も書いてないですから、じゃあここは VVF の工事だなと
いうことです。ですので、VVF の2本を選ぶわけですから、これは、ロが正解ということですよね。で、最後です。45番、15で示す部分、15は上のジョイントボックスですね。こちらの部分の、リングスリーブの種類と最小個数の組み合わせということですね。またこれ本数数えていくことになります。で、結構ね、器具がたくさんありますから、数え間違い要注意ですよね。数え間違い要注意。2回、3回数え直してくださいね。で、これ何度もちゃんと数えて確認すると、N が6本ですね。N が6本。で、L は4本。あとは、絵と音かがあるわけですね。絵と音かがあって、それぞれすべて2本接続ですね。2本接続です。そうすると、N に関しては、6本ということは、もう当然ですが、8スケア超えてますね。使用する電線はすべて VBF の 1.6 って言ってますから、これ問題の中で。1.6、1本2スケアです。6本ということは12スケアですね。ですので、8スケアを超えておりますから、これは中になります。で、余談ですが、もしね、これ1本でも、この6本のうちね、6本のうち1本でも 2.0 が入っていたら、これは中でも入んないので大になります。中っていうのは13スケアまでしか入んないですから、1本でも 2.0 が入っちゃったら、超えちゃいますよね。超えちゃいますよね。で、L はこれギリギリ小。で、絵と O はこれはリングスリーブの種類としては小です。で、この問題では小で終わりなんですが、もしダイス持って聞かれてたら、ここは丸になりますよね。絵と O とかはね。ですので、リングスリーブの種類と個数という意味では、中が1個、小が4つです。で、もしダイス、刻印まで聞かれてたら、中が1つ、小が1つ、丸が3つです。丸が3つ。ここちゃんと覚えておかないと非常にまずいですから、しっかりと覚えておくようにしてください。ということで、この問題は以上になりますが、何かご質問ある方いらっしゃいますか？どうぞ。本数のやつですかね、はい。はい。あんまり関係ないことなんですけど、はい、VVF と VVR、はい、R 使うときってどういうときなのか。VVR の方が、そうですね、曲げやすいんですね、少し曲げやすいので、よく使っているところが、電力量計のところで使ってたりします。この細かい R 作るときですね、そのときやりやすいんですね。F だとどうしてもこう平べったいので、曲げられる方向が限られますから。こういうバンにこう貼り付けて曲げるようなとき、そういうときは R を使うことがあります。でもどうしても曲げていいこう半径はもう法律で決まってるので、ケーブルの外径の6倍以上の半径っていうのが決まってるんで、あまり急な R はできないんですけども、それ施工しやすいときに R を使います。ただ高いんで、はい。ありがとうございます。はい。他何かご質問ありますか？よろしいですか？はい。それでは、この後ですね、プラスアルファの内容というか、一点まず補足させていただきます。朝もね、一つご質問をいただいたんですが、この器具、このね、問題の中でもありますが、この器具、これ。皆さんこれ記号を昨日勉強したと思うんですが、これは、蛍光灯のボックス付きってやつですね。ボックス付き。で、ボックス付きとボックスなしってどう違うねんっていう話なんですけども、ほとんどの問題の時には区別ないです。ほとんどの問題にはね。ただ、中には、このボックス付きっていうのを考慮してやらないとダメな問題があるんで、そこについて少し補足をします。まあ、実際の問題をやるわけではないんですが、こう考えるんだよってことです。で、今まず先に口頭で話をいたしますが、このボックス付きってのは何かっていうと、要するに、器具と一緒にジョイントボックスが付いているというものになります。
なのでボックス付きの蛍光灯の場合はたまにはですねこういう回路があり得るんですね。器具があってここにねいきなり電源が突っ込まれてでこの器具がいたとすると、で器具の先にねスイッチがいて、でここから別の蛍光灯器具につながってみたいなこういう回路があり得るんですよ。で一見わけわかんないですよね、これなんか照明器具通過してスイッチ入れるんだけど何これみたいな話になっちゃうんですよ。普通の感覚で言うとこっちですよね。ボックスがあって、ボックスがあって、で、ここにスイッチがいて、これならわかるじゃないですか。でも、問題によっては本当に左のように書かれることがあるんですね。じゃあ、その時どうすりゃいねんよという話なんですが、その時はこのように考えます。この、ちょっとね、あやふやなんですけど、この器具ね、この器具の部分だけちょっと特殊な考え方します。器具をですね、ボックスと器具に分離させるんですよ。まあ、器具の位置はどこでもいいんだけども、まあ、斜め下に置いとくとか、一応邪魔にならないところにね。ボックスと器具を分離して考えます。で、そうすると、電源からは L と N が入って、で、ここにスイッチがいて、で、下にも同じように E の器具を入れて、こっちは器具単体でいいです。もう、めんどくさいから。はい、こういう風に書けちゃうんですね。なんか変な風になってたらボックスと器具分離して書いちゃっていいですよと。てかボックスと器具分離しないと成り立たないですね。そうじゃないですか。こういう風に置き換えることができると、これがボックス付きの器具です。まあこれだけの話ではあるんですけども、これ知らないとですね、意味がわかんないですよね。器具だけ通過してるけど、ジョイントボックスがないのにどうやって繋いでんだよって話になっちゃうんですよね。でもこれは実際には器具の裏にボックスがあって、そこでジョイントすることができるよ、といった器具になります。まあもちろんね、このボックスわざわざ考えなくてもいいような回路だったら単純に器具だけ書けばいいんですけども。こうやってボックスがあるって仮定しないと意味がわからないようになっちゃった場合は、ボックスを仮定して書くということですね。で、これが一つポイントになります。で、もう一点補足があります。実際に問題を解くときには直接は関係ないんですが、もしね、今後図面を書く仕事するよって人は、もしかしたら気をつけなきゃいけないことがあるかもしれない。うるさいお客さんだと、この図面ダメだろって怒ることがあります。何かというと、スイッチの扱いです。スイッチの扱い。今ですね、例えば、こうやってスイッチがね、このようにあったとき、このようにあったとき、右と左どっちに L 入れるのがいいんですかということですね。で、結論から言うと、あんまり気にしないのであればどっちでも構わない。スイッチってのは極性がないので。ただ、
図面の大原則のルールとしては、このような記号があった場合は、左側に L、右側に送りです。つまり、このナイフの刃がない方に L を入れなきゃいけないということですね。で、これはなんでかっていうと、昨日ですね、ナイフスイッチのね、写真をちょっとお見せしたと思うんですけども、ちょっとごめんね、切り替えますね。これ、ナイフスイッチ。まあ、昨日実は終わった後にご質問いただいたので、説明したんですけども、これナイフスイッチですね。で、ナイフスイッチって、ガチャって開いてるときって、まあ今すごい極端に書いてますけども、この取っ手のね、刃の部分が露出するんですよ。露出するんですね。で、胴体はこの、胴体はですね、このようになってて、ここが刃受けね。刃受けで、ちょっと極端すぎるかもいいよ。こういう状態になってるんですよ、ナイフスイッチの中って。で、もしこのナイフスイッチ使うときに、こちら側にね、L を入れてしまうと、スイッチ切ってるときも常にね、ここの刃の部分に電気が来てるわけですから、これ触っちゃったら感電しちゃいますよね。感電しちゃいますよね。なので、ナイフスイッチのナイフの方は必ず電源じゃない方、深側にしなさいっていうルールがあるんですね。危ないから。で、一応図記号もね、このナイフスイッチを模して書いてるんで、図記号で言うとこういう記号なんですよね。こういう記号。ってことは、この刃がある方は L は入れちゃダメよっていうのが、ちょっと原則です。で、私実際に、電力会社に行った時の新入社員研修の時に図面書く研修あったんですけども、すげえ怒られました、これ。逆にして。回路全部あってたんだけど、この刃をね、逆にしてたから全部バスにされたんですよ。テストやった時に。お前ちげえだろ、バカって言われて。厳しいなぁってなったんですけど、でもこれが一応ルールです。ルール。ただ、これは実現場で図面を書くときに厳密に書く場合のルールですから、今はね、正しい回路構成が書ければいいから、そんなに気にしなくていいです。で、特に、技能の時も、まあ気にすることはあると思うんですけども、そんなに気にしなくていいです。何かっていうと、これか。はい。これスイッチですけども、これスイッチね。スイッチの、まあ今、表から見ると右側がポチ側ね、黒ポチ側。で、裏にしたとき、左と右どっちに L 入れるんですかっていうふうにね、よく聞く方がいらっしゃるんですけども、こいつ器具としては極性がないんで、どっちに入れても構わないっていうのが実情。ただし、厳密に言うと、黒ポチ側に黒入れた方が作業性はいいんですよ。なぜかっていうと、スイッチとね、コンセントを一緒につけることがあるんですね。同じこの金枠にね。で、そうすると、L 渡しますよね。L って共通だから、昨日やりましたよね。で、L 渡すって時に、このスイッチとコンセントの間に渡り線で渡すんですけども、同じ側に L いた方がいいじゃないですか。渡り線渡すんだったら。で、スイッチは、コンセントは絶対にこれ右側が L だから、だからこうやってひっくり返したときに黒ポチ側に黒いた方がやりやすいですね。やりやすい。っていう実用があります。まあ、ただ、あくまでこれ普通のコンセントの場合なんで、設置局付きコンセントの場合はまたちょっと話がかかってくるから、そこはまた一種の方ですけどね。一種の時はまたちょっと話が違いますけども。なんで、スイッチは曲線はないけども、厳密に言うならば、技能でやるときは黒ポチ側に黒。で、図面を書くときは、このナイフの刃が、ない方。ナイフの刃がない方に、つまりこっち側ですね。こちら側に L を入れてくださいということになります。はい。補足については以上です。では、今度もう一点、実は一番難しい話をします。何かというと、先ほどの問題でやった最小電線本数を求めるというのね、問題でありましたね。この問題の44番のやつですね。電線の本数を求める。で、この本数を求める問題で一番難しいのは、3路スイッチが絡むと難しくなります。
で、サンドスイッチが絡むときは大体4本か5本なんですよ。で、なぜかっていうと、サンドスイッチが絡むとですね、サンドとサンドの間の結ぶ線が出てきますよね。昨日3って書いた線。あの線が入ってくるんで、強制的に2本追加なんですよ。ってことは、あとは、ニュートラルは大体いますよね。基本的にはいますよね。それでもう3本ですよ。で、あと何かあったらもう4本になっちゃうから、大体4本か5本なんですけども、一番悩ましいのが、サンドスイッチを使うときって、サンドスイッチ2つあったときに、どちらかに電源の L を入れますね。どちらかに電源の L を入れます。で、どっちに L 入れた方がいいのかなっていうこと。これがね、悩ましいんですよ。で、これ間違うと本数1本増えちゃって、×ってことになるんですね。×ってことになる。で、この、どちらのサンドに L を入れたらいいんですかっていうのは、もう、機械的なルールで覚えちゃった方が早いんで、これ書き写してください。もしくは写メ取るかしてすぐ確認できるようにする。これ覚えてないとできません。できません。めんどくさかったら写メでもいいですし、まあ書き写すんだったら書き写してもいいですし。で、実際私もこれ間違ったことがあるので、ちなみに、技能試験の時は、これは皆さん考えなくて大丈夫。なぜかというと、もう指定されるから、図面上で。こっちのサンドに電源入れてください、つって。筆記の時だけです。じゃあ55分になったら説明します。じゃあ、軽く説明始めます。で、このサンドスイッチのどちらに L を入れるかで何が変わってくるのかっていうと、本数がね、変わってきてしまいます。で、まず、条件として一番目に、
電源から遠いジョイントボックスにスイッチやコンセントがあ あるのかなって確認します。これは何かっていうと、これは何を確認しているかっていうと、3路スイッチのどちらに入れるかを考慮することによって L の線が省略できるかどうかっていうのを確認しています。例えば電源から遠いジョイントボックスの方にスイッチやコンセント、つまり3路スイッチ以外で L を必要とするもの、これがいるかどうかを考えるんですね。でもし B の方に3路以外で L 使うものがなければね、電源に近い方の3路に L 入れさえすれば B に L を送る必要がないんですよ。他に L を使うものがなければね。それがまず1番目の選択肢です。で、 B に他のスイッチやコンセントがなかったらもう初っ端から電源に近い方の3路に L を入れる。そうすると本数が、最小になるというか。で、今度2番、 A に3度の照明があるかどうかを確認すると。で、これは何かっていうと、もう1番の選択肢の時点で B に別のスイッチやコンセントがいると。そうするともう L は省略できないですよ、もうどうやったって。じゃあ次は何を省略できるか考えるかっていうと、3路から照明器具へ送る線、これが省略できるかってことです。例えば今の場合は3路スイッチ E って書いてあるから、 E の線、E の線を AB 間に必要か必要じゃないか、これを確認してます。で、もし電源に近い方のジョイントボックスに3度の照明があった場合、その場合は電源に遠い方の3路スイッチに L を入れることによって3路スイッチから出てくる E の線がもしかしたら AB 間で省略できるかもしれないんですよ。つまり例えばこの3路で電気をつける E っていうね、 E っていう器具が、これ別に皆さん書かなくていいですよ。この E っていう器具がね、ここにいて、で、B の方に、もしね、なんか他のね、こうやってコンセントがいると。コンセントがいると。で、その場合、3路スイッチの条件に関わらず、AB 間には、L が必要になっちゃいますね。AB 間に L が必要になっちゃいますと。で、当然 L も必要ですよと。で、3路の送り線も必要ですよと。で、この時にもしね、この時にもし、A の3度スイッチに L を入れてしまうと、電気の流れとして、一旦、A から、細いのはないかな。A から B に向かって、電気を送りますよと。あ、ごめんなさい。これね、A の3度スイッチに L を入れてしまうと、3度を通って、B に行って、そこから E っていう線で戻ってくることなんですよ。戻ってくることになる。で、もしこの時頑張って考えて B の3度に L を入れるとどうなるかっていうと、 L で B に行った電気は3度通って戻ってきて、で、ここ行って終わりなんですよ。ここ行って終わりなんです。そうすると電線が1本省略できたってことになるわけですね。 E っていう電線がね、電線が省略できたってことになる。で、たまにこの条件が適用されることがあります。で、ちなみに言うと、もしね、こっちにも E って負荷がいたら、A、B、どっちに入れても変わんないんですよ、本数。どっちに入れても変わんないんですよ。変わんない。変わんないんだったら、少なくなる可能性がある方に入れようよって話。入れようよって話。で、皆さん今話聞いててなんか難しいなと思ったと思うんですよ。なので、これを覚えちゃえば終わり。はっきり言って。これ覚えちゃえば。これ通りに判断すれば終わりです。こういうふうに判断すればね。理屈は今言った話です。まず1回目の確認で、3度に関係なく L が必要かどうかを見るってことね。で、もし3度の条件によって L が必要か必要じゃないかが変わるんであれば、L がいらない方に入れましょうよと。で、もう3度に関係なく L を送んなきゃいけないと。そしたら、じゃあ、あとは省略できる可能性があるのは、3度から照明に送る線ですね、と。で、その線が省略できる可能性があるのかどうかを確認するわけです。で、もし省略できる可能性があるんであれば、省略できるやり方、つまり電源に遠い方の3度に L 入れようよってことになります。なんとなくわかりました?なんとなく。これが一番難しいです。
はっきり言って。ただ、過去2回か3回ぐらい出てます、これが。電源から遠い方のサンドに L を入れないと、本数が1個増えちゃうっていう問題。実際出てます。で、今日やります。実際にね。はい。ということであります。で、もう伏線図に関しての細かい説明は以上で、これからもどんどん問題やっていくんですが、何か今までのところでご質問ある方いらっしゃいますか？大丈夫ですか？はい。それでは、昨日ですね、平成25年度の上期の問題で、伏線図のところは覗いてますね。伏線図はできないから覗くよっつってやってないんで、早速その伏線図の問題をやってみましょうと。はい。まずですね、伏線図が必要な問題はどれかというと、34番ね、丸4で示す部分の最小電線本数はと。で、これが一応伏線図が必要になる問題ということになります。はい。で、ここはですね、どちらかというと、丸4の部分ですね。はい。この回路ですね、この回路ね。はい。この丸4の部分で、この丸4のところと同じ回路のところで14、15っていうのもいますね。14、15っていうのもいますね。だからこれは34番もだし、44番、45番、それでも使うよってことですね。使うよってことですね。はい。じゃあここの伏線図を書いてみましょうってことなんですが、まずですね、電源どっから来るねんっていう話なんですが、電源はこれは追っかけると、この上のジョイントボックスから上、辿ったところに、ここにジョイントボックス、まあ、多分アウトレットですけど、います。で、ここに丸の B って言いますね。これが電源です。これが電源。これが電源。で、電源から初めに入ったジョイントボックスのところは、これは、まあ、浴室とかこの辺の範囲の照明ですね。で、スイッチとしては、いと、うと、えがいて、いと、うと、えがいるよと。あとは、まあ、プルスイッチがついてる、蛍光灯機器がいますよと。で、下のジョイントボックスの周りには、えや、えと、いと、うっていう器具はいませんから、上のジョイントボックスから来るのは、あくまで電源の N と L だけ。L と N だけ。だから、我々が今回確認するこの回路から見ると、この線が電源の L と N だよっていうことになります。じゃあ、それを踏まえて実際にやっていくということなんですが、あともう一点確認すること。このね、ジョイントボックスと VBF のジョイントボックス、この回路の左側にもなんか回路いますね。この回路ってどういう回路なの？見ると、玄関の照明関係ですね。木とか、木とか。で、見ると、木かって器具があって、木とかの設置がありますよと。で、それ以外の器具っていないんですね。いないんですね。で、見なきゃいけないこの二つのボックス関係のところの器具にも木とかってのはいませんから、このアウトレットボックスから左側を見たとき、左側のこの回路っていうのは、タフ化、つまり電源をただ送る回路だよってことも一応わかります。わかります。この辺よーく調べた上で、じゃあ器具を配置して伏線図を書きましょうと
ということになります。で、伏線図を書いたのがこちらになりますんで、皆様ちょっと、伏線図を書く準備をしたものですね、準備をしたものがちょっとこちらになりますんで、ちょっと書き写してください。で、この時に合わせてパイロットランプの点灯方式についてもご説明いたします。この問題はサウンドスイッチがないので結構単純かなとは思うんですけども、一つね、皆さんが悩ましいのがこのパイロットランプのところですね。このところ、この部分がちょっと悩ましいかと思います。で、一通り皆さんが書き終わったらこのパイロットランプのところについてご説明をします。
ではまずね、口頭の説明だけ始めさせていただきます。で、今回ですね、この手のスイッチ、これまあトイレなんですけど、トイレのところのクとケのスイッチですね、クとケのスイッチの横にパイロットランプがおりますが、このパイロットランプ、記号の添え字のところにケって書いてますね。で、昨日も確か別の問題で少しご説明したんですけども、スイッチと同じ文字が書いてあるパイロットランプっていうのは、これはスイッチと連動して点灯するパイロットランプだよっていう話をしましたね。つまり動きとしてはこれは確認表示灯っていうことになるというわけですよね。確認表示灯、まあ、つまり今回の場合は、換気扇が回ってる時にこのパイロットランプがつくよっていうことですよね。これ確認表示灯で、昨日確認表示灯内蔵スイッチの場合はパイロットランプはスイッチと直列につながりますよっていう話をねしたと思います。スイッチに L の記号のやつですよね。スイッチと直列につながりますよ。で、この問題の場合はスイッチとパイロットランプをそれぞれ個別に用意して自分で組んでるっていう状態です。自分で組んでるっていう状態で、先にお話をすると、実際に皆様も技能試験の時にパイロットランプの同時点滅って言うんですけども、同時点滅とパイロットランプの常時点灯という回路は自分で組むことになります。だから回路が分かってないともうダメですって厳しく言いましたけど、実際の技能講習の時にはもうこの形しか出ないから覚えちゃってって話しちゃうんですけどね。ただ一応先に理屈を覚えてた方が当然いいから、これからちょっと説明をします。じゃあもうそろそろ大丈夫ですか。まあ、またこの図面出してね、繋いでいくから、もしまだ書き終わってない方は後で書き加えてください。じゃあちょっとね、パイロットランプの、点灯方式について説明をします。この辺かな。で、ちなみになんですけども、複線図、配線図の問題の中ではおそらくですよ、おそらくパイロットランプは同時点滅、つまり確認表示灯でしか出ないと思います。なぜかというと、図面上で見分ける方法って確認表示灯以外でき見分けられないんですよ。なぜかというと、パイロットランプっていうのは確認表示灯以外にあとは位置表示灯の役割もできますし、電源表示灯の役割もできるんですね。ただ電源表示灯と位置表示灯っていうのは図面上で見分けることができないんですよ。なぜかっていうと、電源表示灯とかね、つけようと思ったら、これで終わりなんですよ。スイッチの文字、スイッチの文字書かないってこと。書かないってこと。でも、こう書かれちゃうと、電源表示灯なのか、位置表示灯なのかがわかんないです。わかんない。図面上はね。スイッチと連動してないってことしかわかんないですよ。まあ、ただ文字で書けばいいから、書けなくはないんですけども、ただあんまり用途としてないので、今まで出てきたことは確かないはず、ないはず。ただ今後は分からんから、ちょっと勉強しておいた方がいいと思いますね。じゃあ一番多いのが確認表示灯、で、合言葉なんですが、パイロットは照明というふうに言ってます。ちなみにこれと同じ、これと同じで、パイロットランプがあってスイッチがありますよと、こういう状態ですね。こういう状態で、まず、パイロットは照明、つまり照明器具と同じだよっていうことですね。パイロットは照明、あ、これ位置が悪いな、ここに移動させよう、キュイッと。パ
イロットは照明、照明器具ですよパイロットランプはって言ってます。で、照明器具ということはですね、パイロットランプはまずニュートラルが必要ってのは分かりますか？照明器具だからパイロットランプは。だからパイロットランプにまずニュートラルが入ります。で、照明器具は電源から直接電気はもらえませんね。もらっちゃったらつきっぱなしになっちゃうから。だからパイロットランプはこうやってスイッチから送り線で電気をもらうわけです。こうやっていいって、これが確認表示灯です。で、万が一ね、実物の写真で問題出てくることがあるからそれ説明します。その場合はパイロットランプがこうやってあって、こうやって穴がね、こうやって4つあるわけですよね、パイロットランプってね。で、ここにスイッチがありますと、スイッチがありますと。で、これ電線の色分けちゃんと書きます。まず黒線がスイッチに入りますよと。で、赤線がパイロットランプに入ってそこから出ていきますよ。で、白線がパイロットランプにだけ入りますよ。こういう構成になります。これ実物でつなぐとき、こういう構成あったんですよ、実際に問題で。まあその時はあのスイッチとコンセントの並びでしたけどね、スイッチとのコンセントの並び出したけど、最近ね、出す方がこだわっちゃってなんか知らないけど、この器具の写真が出てきて、で、実際にどういう配線が正しいですかって選ぶようになっちゃったんですよ。もう技能だろう、それって話なんですけど、ちょっとね、わかんないんで、どう出てくるかね。じゃあ次、2番目。位置表示灯。あ、で、ちなみにごめんなさい。確認表示灯、パイロットは照明。で、この点灯方式のことをですね、これ言っとこなきゃっと危ない危ない、同時点滅と言います。同時点滅2番目、位置表示灯。で、これはパイロットは何々っていうのが言いづらいんで、スイッチと並列。スイッチと並列になります。で、こいつは、ホタルスイッチと読まじです。ちなみに位置表示灯の場合は技能試験では出てきません。位置表示灯は技能試験では出てきません。簡単すぎちゃうから。で、これね、ちょっとねプラスして書かないとわけわかんないと思うんで、こうなっててですね、で、シーリングライトがいたとすると、こういう回路構成です。これで、もし実物で組むんであればこういう接続、私も組んだことはないですけどね。で、基本的にこうやって電線2本送ってくるときっていうのは VVF の2芯で送ってくることが多いんで、そうするとね、黒と白なんですよ、線としてはね。だから黒線で渡って、で、白線でこうやって渡す感じになります。VVF の場合ですよ。
もしこれが金属管とか電線管工事で IV 線でやる場合は白じゃなくて赤使います。色が自由に使えるからね。 VBF で送る場合二芯は黒白しかないからやむを得ず白を使います。スイッチの送り線に白を使う、やむを得ずね。本当は使いたくないんですよ白って。白がニュートラルって意味があるから。ただもう作る以上やむを得ないよね。でちなみに、なんでこれそういう動作できるのって疑問に思う人いません？これ。なんか常に電気ついちゃいそうなんですけどって思いません？これ。実はあのホタルスイッチもそうなんですけど、位置表示灯で組んだ時、これ照明器具についてる玉の位置だとね消えちゃいます。これパイロットランプが消えちゃいます実際に。なんでこれスイッチ切ってる時も照明器具にはものすごい小さい電流がね流れ続けてます。照明器具がつかない程度の電流が流れてます実際にね。でこのパイロットランプって実はものすごく抵抗値が高いんですよ、何キロオームっていう、要は何千オームですね、何千オームっていう抵抗値で、普通の照明器具ってせいぜい、そうですね、100オームとか200オームとか、桁が違うんですよ、抵抗値のね。桁が違うんですよ。で、そうすると、これスイッチ切ってるときはどういう状態になってるかっていうと、スイッチの方は切れてるから電気が流れられませんよと。そうすると、パイロットランプの方を通って電気が流れるんですけども、パイロットランプの抵抗値がめちゃくちゃでかいんで、ものすごい小さい電流しか流れないんですよ。でそうするとね、照明器具がつくほどの電気供給できないんです。だから照明器具つかないんですよ。ただパイロットランプは少ない電流でポワッと光る器具なんで、パイロットランプだけつきますと。で、逆にスイッチを入れちゃうとどうなるかっていうと、パイロットランプはもう抵抗値がめちゃくちゃでかいんで、そっち電気流れない。逆に電気はスイッチにしか流れ、スイッチの方だけ流れるようになります。スイッチの方だけ流れるようになる。でそうすると照明器具にはちゃんとでかい電流が流れるんで電気がつきますよっていう状態です。電気に詳しい人に向かって言う言い方をすると、スイッチを切っているときは電源の電圧がほとんどパイロットランプにかかる状態です。でスイッチを入れるとパイロットランプにかかる電圧はほぼゼロになります。でほとんど電圧がもうほぼ全て照明器具にかかるっていう状態です。だからスイッチで言うと今度パイロットランプつかなくなっちゃうんですよ。電圧がかかなくなるから。ただ別にいいですよ、今理解しないでそれはね。じゃあそういう考えて作ってるんだよってこと。でちなみに本当に弾抜くと消えちゃうんで、なんかパイロットランプのホタルスイッチはね、ホタルスイッチとかが、あ、前消えちゃってるどうしよう、これ不具合じゃないかしたと思わないでくださいね。その時は先に照明器具ついてるちゃんとって確認した方がいいですよ。でもし照明器具がついてて消えちゃってたら本当に不具合なんで、ホタルスイッチはね本当に不具合ないんで、不具合なんで。はい、じゃあ次電源、あ、ごめんなさい、でこれ書いてなかった。で位置表示灯の方式のことをパイロットランプでは維持点滅と言います。維持点滅、で最後電源表示と、あんまやらないですけどね、これはパイロットは、パイロットはコンセントと覚えてください。でコンセントなんで L が入って、もちろんニュートラルも入りますよと。もうこれパイロットランプつきっぱなし、ずっとつきっぱなし。
で実物で組む場合はパイロットがいて、スイッチがおったら黒入れて黒で渡してやると、で青で出てくと、で赤はそのままこんな感じですね。こうやって組んでやります。青見えるか。で、この方式のことを常時点灯と言います。はい、で、電源表示灯の場合はパイロットランプはコンセントとして扱いますので、まずニュートラルが必要だよと、ニュートラル必要だよと、で電源の L も必要ですよと、でスイッチがいるんだから L も共通、 L が共通で必要だから、スイッチには渡り線で渡してあげますよと、あげますよと。でその代わりスイッチからの送り線については、パイロットランプを経由する必要はないですよと、直接照明器具にスイッチから送ってくださいというのが電源表示灯です。でこれは常時点灯という方式であります。で1番と3番については実際に技能試験で皆さん組むことになりますんで、覚えておくと良いと思います。実際にこうやって組みますから、現物に使ってね。はい、でなんでこんなすごく話をしたかっていうと、この同時点滅のやり方が分かってないとね、分かり方が分かってないと、伏線図を書くときに、クとケのスイッチのところにニュートラルが必要っていうのが分からないんですよ。クとケのスイッチのところにね、ニュートラルが必要っていうのが分からないから、これちょっと勉強しておかないとあかんということですね。で、もしパイロットランプが、これ、位置表示灯であれば、スイッチのところにニュートラルを送る必要はないんですよ。ニュートラルを送る必要がないのね。そこの違いがありますんで、まあ、それで引っ掛けてくるかというと疑問ですけども、ちょっと怖いので覚えておいてください。となんか年々本当に工事士の問題がちょっとずついやらしくなっていってるんで、今後何が出てくるか分かりませんのでね。はい、じゃあ伏線図、つないでいきます。はい、で伏線図は電源側からつないでいくのがセオリーであります。はい、まずニュートラルですね。で、下の方行って、で、今度 L ですね。
とは、クをつないで、ケをつないで、はい。これで終わりですかね。まあ、本当に用意さえしちゃえばね、同じ文字つなげば終わりだから、サンドスイッチの回路以外はですよ。サンドは難しいですけどね。はい。じゃあ、実際にね、問題としては、まず34番は、このボックス間の最小電線本数だから2本で終わりですね、これね。2本で終わりですね。はい。で、今度44は、14で示す部分のジョイントボックスということで、14っていうのは、どちらかというと、この上のアウトレットボックスの方ですね。アウトレットボックスの方。はい。この中の、リングスリーブの種類と個数の組み合わせは、ただし全部点16の二進だよ。で、これ数えるしかないですね、これはね。で、数えますと、N が1、2、3、4、5本。N が5本。5本ということは、これは中ですね。で、L はっていうと、1、2、3、4。やはり5本。なので、これも中ですよ、と。で、O はこれは2本接続ですから、小で。もし、ダイスもって言われたら、丸。なので、中が2つ、小が1つですから、これは、イが正解ということになります。で、45番は15番ということで、下ですね。下のジョイントボックス。ここの、差し込み型コネクターの個数と組み合わせ。個数の組み合わせ。ね。で、こちらも全部、やはり16の二進ですよ。はい。また数えるしかないですね、これね。で、N が1、2、3、4本。ね。で、L は2本。クも2本。ケも2本ということで、そうすると、4本用が1個、2本用が3つということになりますんで、これは歯が正解というわけであります。はい。ということになりますが、この問題何かご質問ある方いらっしゃいますでしょうか。はい。よろしいですかね。それでは、今度は、平成27年の上期。小売店の問題です。で、こちらを、やってみたいと思います。で、こちらに関しましては、34番の最小電線本数はちょっと私が手抜きでですね、伏線図書かないでやってます。で、これ後ほど説明します。で、43、45、46、ここについて伏線図が必要になりますんで、で、先に伏線図書く準備だけもうしてありますので、こちらを皆さんちょっと書き写してください。で、この伏線図の解説とかも含めて、50分から説明を開始しますんで、それまでトイレ休憩&こちらを書き写すと。あと、もし可能な人は実際自分で、これ、伏線図結んでみてください。じゃあ50分から再開しますんで、この伏線図の、書き写し及びトイレ休憩入っていただければと思います。